ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、うん、こちら優しいエニアグラムと、うん、エニアグラムでパートナー探しを用いてですね、うんうん、16タイプに関連させたエニアグラムという項目から、うんうんはいはい、まあ世間的には MBTI なんて言われてたりする、うんうんユングのタイプとどう対応するかっていう項目、うん、16個に分けたものとエニアグラムがどう関連付けられているかっていうお話をできればなと思ってます、うんはい、一応ここでは、うん4つの気質理論に対応させてとあって、まあ、MBTI で言うと E 外向性、うん、I 内向性、うん、S 感覚、うんうん、N が直感、うんT が思考、F が感情、うん、J が判断、うん、P が認知とされていて、うん、SJ 感覚判断そうですね、うん、感覚判断の伝統主義者、うん、SP 感覚認知の行動思考、うん、NT 直感思考の知識探求者、うんうん、NF 直感直感感情の主体性探求者という4つの項目で分けられております、うんはい、ではまずこの伝統主義者、うん、SJ 気質から、うん役に立ち人のために働くのを好み、うん、またどこかに帰属することを求めます、うん、従順で忠実で良心的です、うん、家族としきたりを重んじます、うん現実的で実際的です、うん、組織体系と明確に規定された手続きを好みます、うん、しばしば将来のことを気に病みます、うん、こっちを見ない僕っぽいなこっちを見ない、はい、で、義務感や過剰な責任を感じ、うん、それを当然だと受け止めます、うん、と書いてあります、はい、でこちらの本では、うん、SJ 気質、うん、これはちなみにアメリカの本なので、うんまあ、そうやって書いてあるんですけども、うん、SJ 気質、うんまあ、ちなみに合衆国の 40% の男性は伝統主義者また合衆国の 40% の女性も SJ 気質、うん、ちょっと多い多いんですねアメリカでは多いと書いてあります、うんうん、でこれパートナーの話なので、うん、個人的希望よりも仕事の約束、結婚、家庭に価値を置くことがしばしばある、うんまあ、要は伝統っていうことなんですか、うんうん、伝統を重んじるみたいなそうですね、しきたりとか、うんうん、あとは明確に定義付けられた役割によって生きています、うんうん、男性は自分を保護者、提供者とみなし、うんうんうん、女性は自分を世話人、養育者、うんうんとし、うんうん、みなします。要は、まあ、昔からある、うんうんうん、なんて言うんでしょう。母親とはこういうものだろうみたいな、うんうん、父親とはこういうものだろうっていう、うんうん、まあ価値観にとらわれているって言い方は良くないですね。そういう人たちにとってはもうそれが当然だと思っている。うんうんうん、僕もなんとなくその感じはわかる気はしてます、うんうん。アメリカのドラマとかで出てきそうですよ。そういう父親、威厳のある父親、そうそうそう、硬い父親だね。そうですね。あとはお金を注意深く取り扱います、うん、またありそうもない災難が自分に降りかかると心配することがあります、うん、仕事が全部終わるまでくつろごうとしません、うんうん、っていうのがこの SJ 気質、うんうん、僕 SJ じゃない、まあ、S はあったんですけど、はいはい私ちなみに、ね、私がちなみに、うん、自分では、うん、E S F P ですと、うん、隊長僕も書いてすみませんなんで、はい、あるコメントではある方から私は外向性ではなく内向性じゃないかっていう指摘を受けており、うんうんうん、そうなのねって
それ何でしたっけ、愛、いいと愛、あ、本当、そう、私は外交性じゃないよ、愛、うん、SFP じゃないの、この E が愛に変わった感じ、そうって言われていて、うん、今その辺のちょっと深掘りをちょっと自分で勉強してますので、はいはい、またどこかでと思ってます、はい、っていうのがまず、すいません、あ、うん、飛んじゃいましたね、 SJ 気質 SJ 気質、はい、で次は、うん、SP 気質、うんうん、行動思考、五感による認識の人ですと、うん、自由を好みますが行動は実際的で現実的です、うんうんうん、楽観的で心が広く物事に熱中し行動が自発的で柔軟です、うん、束縛されない精神の持ち主で、うん、人からもそう見られたいと思っています、うん、束縛義務慣例を好みません、うん、で現実に生き現在を楽しみます、うん、長期の計画や物事を成し遂げることにはそれほど関心がありませんと書いてあります、うんうん、行動思考、うん、ちょっと7っぽいですね、7っぽい、で、こちらでは、うん、SP 気質合衆国男性の 18% が、うん、SP 気質男性、うん、で女性も 16%、うんまあ、若干少なめ、うんうん、で、ここに書いてあるのは、うん、言葉より行動で気遣いを表現します、うん、ここに思考が加わると、まあ、行動思考としつつも、うん、静かで好奇心に満ちた静かな傍観者になることもあります、うん、人との対立を避け不満があるときは問題と直面するより関係から離れるかもしれません、うんまあ、タイプ7がそうですよね、うんうん、そうですね、何かがあるとそこからいなくなる、そうふっといなくなるあの有利じゃなくて消える消えるで、まあこの人たちのパートナー探しとしては、うん、自発的冒険的なライフスタイルに怒りを提供してくれる、うん、要は、うん、安心感が欲しいんですかね、うんうんうん、なんで安定して責任感のあるパートナーを選ぶ、なんか突っ走っちゃうんじゃないですか、なんかだから止めてほしい、止めてほしいと止めてほしい、ただまあ趣味と関心を追求する自由は欲しい、うん、だからそれを認めてくれるパートナーを選ぶ傾向がありますと書いてある、うんうん、やりたいことはやれるんだけど、やりたいんだけどやりすぎたら止めてくれ、止めてくれ止めてくれと、うん、で NT 気質、体調今のところ NT 気質ご自身では NT、うん、NT 知識探求者ですと、うん、知識や有能さへの欲求を持っています、うん、革新的で分析的で理論的です、うん、全体像、あり得るべきこと、あり得ることなどに関心を持ちます、うん、自分自身に高い欲求を課します、うん、しばしば権威に挑戦したり制度や仕組みを検証したりします、うん、で、まあ、こちらでは、うん、NT 気質合衆国男性の 26% が、うん、ここで、うん、また合衆国女性の 16% がここ、うん、で自立に価値を置き、うん、パートナーにもそれを求めます、うん、物事を議論するのが好きで、うん、競争的理屈っぽいかもしれません、うん、論理的合理的であることに価値を置きシステムに関心を持つ、うん、自分の感情を頭で理解し人間関係については話すのを避ける傾向があります、うん、パートナーや家族と過ごす時間を犠牲にして関心や仕事の目標を追求するかもしれない、うんうん、結婚日や誕生日の行事には興味がない、あ、分かります、冷淡で無関心の場合もある、うんうん、女性の NT は、うん、その資質の多くが男性的と見られるため、うん、今の文化では生きづらい傾向があるかもしれない、うん、と書いてあります。でどうですか、今当てはまった感じ、まあ、なんとなく当てはまった感じはなんとなくって感じですけどね、でも、まあ、冷淡な感じはしないですけどね、うんうんうん、ただまあ誇張や行き過ぎ愛情を大っぴらに示すことを嫌います、うん、嫌う、うん、嫌う、あの女性に対してもその愛情表現はそんなにしない、しない、うん、好きとか言わない、言わない、なるほど、うん、で僕絶対ここないですね絶対にない、うんうん、そう一個も入ってないんですけど、だからやりたいこと、はい、
とかの方を優先する傾向はあるかな。あまりその家族とのバランスには、そう、家族とか彼女とかにこう力を注ぎ込むっていうよりは自分のやりたいことを優先する。例えば私だと、うん、いや今子供がちょうど小3、うん、小6、うんうん、でまだパパパパって言ってくれるから、うんうんうん、僕は今子供すごい子供との時間を大切にしたいと思ってるんです、うんうんうん、いや YouTube もやりたいよ、うんうんうん、けどってなるんですけど、うん、多分そういう時でもやっぱりやりたいことだったら、うん、もう動画撮りたいみたいな、犠牲にするっていうよりは、はい、自分のことは自分でいやいやいやっていう、助けを求められればそれは喜んで助けますけど、はいはい、なんかそうじゃない場合、そうじゃない場合っていうか、まあ基本自立をしたいって思ってる自分が、はい、もちろんもちろん、で子供も自立をしてほしいって思ってる、なるほど、から基本自分のことは自分で、でも遊びたい遊びたいってで言われれば遊びますけどね、暇なら、なるあ難しいですね、僕は多分こっちも遊びたい、うん、これもやりたい、うんうんうん、と思ってるんですけど、うんうん、どうなんですかね。まあなんか小さいうちは、はいはい、まあその遊ぶのも責任のうちだって思ってるから遊んだりとか、はい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 、でうちの子だともう高校生とか、あ、まあ、大学生とかなんで、はい、そんなに遊んで遊んでってくることはそもそもない、まあそこまで来ればそうなんですけどね、うんうん、すいません、はい、詰めちゃいました、はい、次は、NF 気質、うん、主体性探求者、うん、直感感情の人、うん、自分自身に独特なアイデンティティを探求し表現します、うんうんうん、想像力と洞察力に富み他の人たちからはめったに理解されません、うんうん、心温かく親身になって世話をします、うん、自分自身の多くを人間関係につぎ込みます、うん、批判にはすぐ傷つきます、うん、世界をより良いものにし、うん、人々の中の最高のものを発揮させることを重んじます、うん、他の人たちが自分たちの存在能力を探し当てるのを助けるために新しい可能性を探し求めます、うんうん、ちょっともう一回、他の人たちが、うん、他の人たちが、うん、他の人たちが自分たちの潜在能力を探し当てるのを助けるために新しい可能性を探し求めます。なんでまあここではその職業としてはその小説家、ジャーナリスト、俳優、女優、カウンセラーとか、まあ創作を通じて人々を鼓舞することに長けてますなんて書かれてます。なんでまあちょっとなんかタイプ4みたいなのが思い浮かんじゃったんですけどね。でこちらでは、うん、NF 気質、米国男性の 16%、うんうん、米国女性の 26%、うんうん、人生の意味を探求する、うん、自分とパートナーの潜在能力を引き出そうと努める、うん、自分の理想を妨げられない限り対立を避ける、うん、批判には敏感、うん、女性の NF理想主義者はしばしば自分の温かさ、思いやり、理想主義、創造性を評価してくれる NT の人に惹かれます、うん、男性の NF はその多くが女性的と見られるため、うん、私たちの文化では生きにくいと思う。要は男性のここにいる人たちは、うんうんうん、あの要は、まあ、特にアメリカの場合だとマッチョな男、うんマッチョな、マッチョな男を求める文化だと生きづらい、うんまあうん、日本でもそうですよね、うん、結構その古いしきたりとか、うんうんうん、あの男とはこう男がおごるべき、うん、みたいなところではちょっと生きづらいかもしれない、うん、で自分の価値観がしっかりある感じですよね。そうでしっかりあるけど、うん、マッチョの人たちからは批判される、うん、批判で批判が苦手 で、 批判が苦手で傷つくんですよね、はい、人は。よく多分、うん、ダーウィンとか、あのよく岡田斗司夫さんがダーウィンのお話をよくされるんですけど、うんうん、まあそういうと、うん、批判には傷つきやすいから、批判には、はい、自分はこうだだけどそこを批判されるとシュンとシュンとなる、はい。ただまあ頑固や柔軟性があまりない、うんうん、だから確固たる自分の思いみたいな思いものがあるからっていう、うん、あってそこをこう伝統的にはそうじゃないだろうって言われると、
だから地球は傷つくみたいな、地球は回ってるんです、回ってねえだろう、そう、神が作ったんだよってってなると黙っちゃう、黙っちゃうっていうことなんですね、うん、傷つきやすい、はい、と、ではまず一旦ここでは、うん、SJ、SP、NT、NF に分けて、うんうんうん、4つのタイプに分けて説明をしましたが、うん、じゃあ次はこの SJ、SP、NT、NF のそれぞれまたタイプの説明をさせていただければと思っております。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。